ネクタイピンネクタイピンとは、ネクタイをアイシャツに留める、ソーシングのことである。日本では、ネクタイピン、タイピンと呼ばれることが多いが、ピンとは、虫ピンとか安全ピンというように、針のついたものを刺し、タイピンはネクタイに刺して留める針状のアイテムを刺す。それに対して、ネクタイを挟んで固定するアイテムは、英語では、タイクリップとか、タイバー、 タイクラスプなどと呼ばれ、日本でも最近ではタイバーやタイクリップといった呼び名が浸透している。かつてのネクタイは現在よりも薄かったため乱れやすく、それを防ぐためネクタイピンが作られたと考えられる。現在ではネクタイが厚くなったので実用性はやや薄れたが、アクセサリーとしての役割を担うようになっている。20世紀初頭までは針で留めるタイピンが用いられていたが、 第一次世界大戦後頃には、現在広く用いられている、タイクリップが普及したとされる。そのため、タイクリップよりも、タイピンの方がより伝統的とみなされ、現在でも英国王室のチャールズ皇太子らが、モーニングコートにタイピンを使用している。ウェストコートやベスト、カーディガン、セーターを着用している時には、ネクタイピンを使わないこともあるが、モーニングコートでは、 ウエストコートとともにタイピンが用いられることがある。長寿ではネクタイピンの使用は比例なので避けるべきと言われることもあるが、実際にはそのような決まりはない。ありがとうございます。